日置市東市地区町養母の伊勢神社で一日踊りという意味の伝統芸能知多踊りがありました。神社の境内では養母地区の4つの集落が小中学生も交えて棒踊りを披露しました。また水戸黄門が伊勢神社参りをしたという設定の庭狂言もあり、境内は笑いに包まれていました。何を預かったどなたとかこれ先の副将軍水戸光圀公にあらされぞ。姿が高い控えよ。撮影は日置市の MBC ふるさと特派員楠葉恵教授さんでした。